こんにちは、目黒区の自律神経救世主、久松です。今回は胸のそわそわ感、ざわざわ感の対処法についてお話しいたします。自律神経に不調がある方っていうのは、場合によっては胸がそわそわしたりざわざわしたりっていう時が来る場合があるんですよね。それはどういうことかって、もう本当に自律神経の不調によるものなんですけど、交感神経、活発に活動している時に優位になる交感神経、リラックスしている時に優位になる副交感神経、このスイッチの切り替えがうまくなっていってない状態、どちらかというとこちら交感神経の方が優位になっている状態なんですよ。それでもうザーザードキドキ、あと不安になったりっていうのがあります。その対処法なんですけども、だいたい3つできます。でそういった時というのはね、呼吸が浅くなる時が多いんですよ。ですから呼吸を深くしてほしいということで、一つ目は腹式呼吸。腹式呼吸なんですけども、必ずこれは呼吸という字は、この呼という字は吐くという字意味で、吸は吸う、吐いて吸う、必ず吐く方からやってください。もうなんか胸がさわさわ、ドキドキ、もうさわさわするような、そういう感じ、そういう時は腹式呼吸なんですけども、できればお腹を押さえてください。お腹を押さえて、自分でお腹をプッシュしながら口から息を吐き出す。吐き切ったらあとは吸うしかないですから、大きく吸い込む。でまた大きく吸い込んだらプッシュして全部口から吐き出す。この腹式呼吸を1分ぐらいやるようにしてみてください。そうすることに呼吸が深くなり、このザワザワ感、そわそわ感が減ってきます。あとは、その場で水を飲むというのも一つの手。水を飲むことによって精神的に落ち着きを取り戻すことができます。そして3つ目の対処法は瞑想です。もしね、その時に静かにできる環境があって、そして5分から10分お時間が取れるようでしたら、瞑想をしてみるのもいいです。瞑想は目をつぶって、ご自分の呼吸にだけ集中、吸って吐いて吸って吐いて、呼吸にだけ集中してください。その時に、しっかり姿勢を正して、座った状態、椅子に座った状態でも、もしくは、普通に地面に座った状態でも、背筋を伸ばしてしっかり姿勢を気をつけた状態で目をつぶって、この時もできれば腹式呼吸がいいです。目をつぶって形で、瞑想をしてみてください。この瞑想をしているときに、例えばもう呼吸の数を数えることに集中しない、雑念が入るときがあると思うんですよ。雑念が入ってもいいです。あ、雑念が入ったということで、それまた呼吸の方に意識を戻せばいいです。これを5分から10分やると、この胸のそわそわ感、ざわざわ感は収まってきます。自律神経が深い呼吸をして瞑想をしていくことによって落ち着いていきます。ですから、もし、そういう静かな場所で、そしてお時間があるときは瞑想をしてみるというのも方法があります。もしそういう環境にない場合は、水を飲むなり腹式呼吸を1分やるようにしてみてください。またこれをご覧の方で、もしそれ以外にも自律神経の症状でお困り、またそれ以外の症状でもお悩みでしたら、私がそんなあなたのお役に立ちます。興味がある方、真剣な方は、電話でも、メールでも、LINE でも、ご連絡ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。